はい、こんにちは。今日はですね、ついに、はい、マツダコネクトのですね、ナビゲーションシステムが国産ナビに変わりました。はい、ディーラーでですね、案内が来ましたので予約して、更新をね、1時間ちょいかかりました、してきました。はい、ミックウェア製のですね、ナビゲーションシステム、こちら、まあ、見栄え大きく変わっているのがわかるかと思います。はい、2画面表示に対応したりとね、いうことで、かなりね、大きく前のマツダナビゲーションシステムからですね、変わっております。はい、こちらはですね、今アクセラ、私はアクセラのですね、初期の方ので購入したものですので、バージョン、マツダコネクトがね、バージョン31から今一気に55まで開けた状態です。はい、そしてナビゲーションがですね、もう今最新のものですかね、はい、今日変えてもらっていますので、SD カードも交換して変わっております。はい、画面ね、右と左で違う2画面の表示ができます。これ自由にですね、設定することができまして、 2D の、自社方向が上向いているのか、北を上向いているのか、そして 3D3 つをですね、左右に振り分けることができます。振り分けるというかですね、3つの中からそれぞれ右画面、左画面、それぞれ選ぶことができます。今ですね、右側が 2D のノースアップの画面ですね。そして左側が 3D のヘッドアップの画面になっております。はい、このようにですね、まあ、メニューも基本的な体型はですね、まあマツダコネクト自体は変わっておりませんので、これインターフェースはね、こんな感じで、はい、まあ前と同じような感じになっております。はい、こちらのエンターテインメントのメニューもまあ同じですね。はい、ラジオは特に、はい、こちら放送局名が出るわけでもなく、はい、この辺は変わっておりません。はい、やはりですね、大きく変わっているのはナビゲーションですね。はい、まあこちら画面がね、2画面このように表示できたりですね、はい、こちら、はい、このピンチ操作に対応していますするようになりましたので、こういった縮小のね、表示もできるようになってます。操作もタッチパネルでできるようになっております。はい、あとですね、ナビゲーションの基本的な、システムが変わっておりますので、まあこういったね、設定メニューもですね、はい、変わっております。かなり細かいところまでね、まあこういった色ですね、ビビット、はい、こういって色を変えたりですね、まあ、ちょっとね、インターフェースでこう若干選ぶのは大変だったり、まだまだユーザーライクじゃないとこはあるんですけれども、はい、ルートの色の変更とかですね、あとですね、案内の表示は、まあ、こういった何を案内しますかということで、まあ、細かく分かれていたりですね、警告、カーブの案内だったり合流踏切ですので、まあ、前のナビゲーションですと右折専用レーンがあります、強制的に出てしまったりね、いろいろユーザーで選ぶことができなかったところが選ぶようになっております。あとですね、ルート学習だったり、ナビの補正ですね、これ今の位置を補正したりですね、あとですね、はい、こちら走行履歴の表示が出るようになりましたので、はい、こちら走行履歴の表示をオンにすることで、自社が走ったルートですね、これオフにすると、まあ、今までは消えちゃうんですけれども、はい、オンにすることができるようになっております。はい、でですね、目的地情報表示ということで、あとはビックスのですね、はい、こちら図形情報と文字情報ですね、あ、今ですね、ちょっとビックス受信中ですということで出てこないですけども、さっき出たんですけどね、はい、まあ、こういったメニュー見ることができます。そしてですね、地図のバージョン情報ですけれども、はい、地図のバージョンはこんな感じになっております。2010年の秋版ですね、はい、のデータが収録されております。
はい、一番ね期待しているところはナビコンに対応したということで、目的地検査こんな感じですね。はい、50音の住所の目的地歴、電話番号、電話番号ですね、自宅、お気に入り、ジャンル検索は、このように食べる、飲む、買う、借りる、泊まる、見る、遊ぶ、こんな感じで、はい、ジャンル分けされておりまして、この中でまた選ぶというようになっております。はい、そして先ほどの地図、これはちょっとわからないですね。はい、マップコード検索というような目的地になっております。はい、今回ですねナビが変わってですね、一番期待していることと言いますとですね、はい、こちらスマホとの連携ですね。ナビコン対応ということで、こちらアプリですね、例えば名城公園とね今検索したんですけれども、はい、こういったのをですね、はい、設定からですね、接続先設定でこのように松田とですね、はい、あらかじめ接続を登録しておきますと、こちら予約できたりですね、今これ名城公園駅ってこういうのをですねナビへ送信とやるとですね、はい、今連動しましたかね。はい、このように目的地を、はい、ナビがキャッチしてくれましたので、ルートですね、はい、案内開始なのか、フォールート、ルート変更、ルート情報表示と、ルート情報はこんな感じで表示されます。はい、そしてですねフォールート、これはですねどっちで行きますか、こっちで行きますか、高速通る方かですね、推奨ルート、はい、有料優先か一般道優先か距離優先かということで、はい、推奨ルート、はい、これで開始してみましょう。国道41号線その先一般道を通るルートです。はい、ちょっとね今回名城公園まで行かないんですけれども、ルートのね外れた時の音声とかね、ルートの案内の右折右左折の音声とかですね、ナビの挙動をまず見ていただければと思います。はい、こちらですね、周辺ルート確認、全ルート、はい、そしてこれ今ナビ中の画面です。ルート案内中止、目的地消去、こんな感じですね。はい、ルートの編集もねここからできるようになってますので、はい、ルート変更、ルート表、ルート変更の場合は、まあ、このようにですね目的地の追加消去ということで、あと検索条件変更ということで、まあいろいろと、ノルインターとかもですね、はい、変更することができるのかな。はい、ということでちょっとねこの辺をまた詳しくやりたいと思いますけれども、はい、とりあえずまずはですねナビゲーションしてみたいと思います。はい、今ですねヘッドライトつけましたので、はい、このように夜間のモードになっております。センサー自体はですね 3D ジャイロハードウェア交換しておりませんので、はい、変わっては今いないんですけれども、車載のですね CAN 情報から高低差もですね、読み取るような、まあ、車両のですね、角度から読み取るような仕組みも、まあ、入っているということで、精度どれぐらいですね向上しているかっていうのも、まあ、今回のねナビ変わってからですね、まあ、いろいろと見てみたいと思います。はい、今ですねルート上には乗ってないですね施設から出ましたね。はい、まだルートとしてはリルートは走ってませんかね、案内は出てきてないですね。
来ましたね今。どうでしょうか。はい、でルートから今外れてるんですけれども、あ、消えました。そして新しいルートが、はい、ちょっとリルート補足がね遅いような気もしますけど、まだ何とも言えないところですね。はい、今案内ね開始しました。はい、今夜間モードですね。ヘッドライトオンになってますので夜間モードで案内が、青い色の線ですねが案内するルートになっております。まもなく左方向です。その先 200m で高辻を左方向です。なんか文言の間がですねちょっとないな、ね、今はい、かぶさってくる感じで来ましたね。はい、今曲がる案内いかがでしょうか。あ、ちょっとね青色見にくいかな。はい、このねあのナビゲーションの色はですね変えることができますので、ちょっと目立つ色にした方がいいのかもしれないですね。次の信号は左方向です。はい、音声はですねマツダコネクトの、元々のナビよりですね片言感はなくなっており、スムーズに、はい、ロボット音声じゃなくなっておりますので聞きやすくはなっているのかなと思います。まあ、個人的に、まあ、こういった2D と 3D 両画面表示して、このように平面ですとねこのアイコンとか出てくるみたいなんで、まあこういったビューはどうかなって今設定しております。この辺はね好みがあるので、まあ、それぞれですね使い勝手合わせて1画面がいい人は1画面2画面で、およそ振り分けた方はそれぞれ左方向です。いろいろ触ってみてですね決めていただければいいのかなと思います。はい、この画面の、ね、片方にですね、エンターテインメントメニューのですね、700m 先左方向です。情報も表示することができるんですけれども、まあ、放送局の周波数が出るだけなの でテレビにするとですね1画面で見てくださいと出てしまうので特につまらないですね。はい、こんな感じで今次の、まあ、主要な交差点に対するですね、案内が先読みして出てますかね。はい、このアイコンの、まあ、アイコンというか四角に色塗りつぶされていて、それでよいしょ、はい、ここはこんな感じで次はまっすぐですよ、まっすぐですよっていうのが出ておりますね。赤いのがだんだん減っていくとですね、はい、うん、まあ、曲がるところとかですね、その分岐点だったり何らかしらのアクションを起こすタイミングでに近づいてますので、まあね、この交差点かと思ったら、あ、もう一歩先だったとね、左方向です。微妙なところですね。はい、今のところなんですけどね回るのは、はい、ということが、でリルートの感覚どうでしょうか。今ずれて1テンポ2テンポ、まあこれぐらいの感覚で今リルートが走りました。まもなく左方向です。左方向です。はい、左側に、ね、到着予想時刻とね残りの距離と、まあ、まとまって GPS 補足状況とですね、はい、ビックスの受信時刻が出ております。
はい、ということでね、今回はまあざっとですけど簡単にまあマツダコネクトバージョン55とですね、マツダのナビゲーションですね、ミッグウェア製日本製に変わったナビゲーションのですね、まあ画面をですねご紹介させていただきました。はい、もう少しね細かいところまた見ていきたいと思いますので、その先はい、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。左方向です。